こんにちは、精神科医沢です。今日は発達障害の方によく見られる癖を6つ紹介しようと思います。1つ目、歯ぎしり。ストレスが日中強いとですね、夜出やすいなんて言われると思うんですけれども、起きてる間じゃね、鳴らせないような音が実際夜になるとですね、強い歯の食いしばりによってですね、歯を食いしばってギーギー鳴らすことでですね、音が鳴るですよね。実はね、私も小学校4年生の時にね、自分が歯ぎしりをしてるってことに気づいたんですけれども、矯正歯科で矯正の治療を始める時にですね、めちゃくちゃすごいひどい歯ぎしりですねっていう風に矯正の先生に言われて、すごいストレスなんですかっていう風に聞かれてですね、八重歯がですね、真っ平らになるほどに私歯ぎしりがひどいんですよね。歯が真っ平らなんですよ。2つ目、歯が抜け落ちる夢。歯ぎしりともね、ちょっとこれは関連してると自分では思ってるんですけれども、歯ぎしりがね、多分ひどい夜にですね、歯が抜け落ちる夢をね、見ることがあるんですよね。たまにですね、患者さんなんかとも夢の話を私患者さんに聞くことがあるんですね。歯が抜け落ちる夢を見ることがあるんですっていう患者さんがいたりして、私も見るんですよっていうようなね、お話をして盛り上がっちゃったりもするんですよね。3つ目、空を飛ぶ夢。飛ぶというよりね、空の上を歩くみたいな。空を歩いてる間はね、すごいなんか気分も高揚して、なんか気持ちいいって感じたんですけど、最後はね、必ずねシューンってなんか落ちる夢なんですよね。なんかね、多分不安に思ってることだとか、なんか疲れが溜まってる時なんかにね、そういう夢を見ることが多いなというふうに私自身は自分で自分を分析しています。4つ目、爪むしり。爪かみだったりですね、爪の周りの皮を剥いでしまったりとかですね、何かそういう癖がやめられないって言ってね、相談に来られる方すごく多いです。で、私自身もですね、手の爪だけじゃなくてですね、足の爪もね、よく噛んでた記憶があるんですよね。何かやっぱり気になりだすとですね、それが止められなくてですね、たまに血が出てしまったりとかですね、そういうことがよくありました。5つ目、貧乏ゆすり。何かね、ちょっと不安に駆られる時とかですね、何か焦った時なんかによく見られるかなと思うんですけれども、やっぱり貧乏ゆすりがね、止まらない、気づいたら貧乏ゆすりをしてしまうという方がいらっしゃいます。6つ目、口の中を噛んでしまう。私もあるんですけれどもね、何かね、物事に結構集中してる時とかですね、動画を見ながらとかですね、気づくとですね、口の中の皮をですね、なんかこういう風にね、噛んでしまうんですよね。学校に通ってた頃なんかは、電車の中でクスクスと周りの人からね、笑われてて、あ、気づいたら、あ、なんか私すごい口が変な形に動かしてたんだっていう風にパッと我に返るみたいなことが子供の頃からありました。以上がですね、発達障害の人によく見られる癖という風にはお話したんですけれども、これがあるから必ず発達障害というよりはですね、やっぱり日常のストレスだったり不安とかがあるとですね、こういう癖っていうのは起こりやすいということもあります。 ADHD の衝動性が高かったりするとですね、爪噛みだったり何か衝動的に行動を起こしてしまいがちなので、どうしてもそういう繰り返しやっちゃうっていうことがね、起こったりするのかなというふうに私自身は考えています。それがあったから、ああ問題だとかではなくてですね、不安な夢が多い時にはですね、なんかちょっと今不安で疲れてるんだなと思って睡眠時間を多くするようにしてみたりとかですね、お子さんが爪噛みだとか爪むしりだとかの癖がある場合もですね、やめなさいと言ってやめれるものであればね、多分癖にはなってないので、そっと見守ってあげたりとかで、吸ってる時にですね、優しく声をかけてあげてですね、他のことに行動を移してあげるっていうような対処法をされるといいと思います。皆さんにもこんな癖が私あるよというような体験談があったらコメントいただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で、また次の動画で会いましょう。